やってまいりました。今日はここから散歩してみたいと思います。行ってしまいました。列車そして今日向かうのはこちら33番土偶不動所巡り。この土偶に会いに行きたいと思います。下手すなんですかね。綺麗ですよ。すみません、いきなり二宮金次郎です。ですね、この駅前は何もないですね。さあ土偶に向かって歩くぞ。土偶土偶川上村営バスがね、あるみたいですね。昔は食堂やってましたね。マグロの食堂もうやってないかもしれない。なぜか名前は男橋です。千曲川ですね。これは試合ですね。忙しいな。絶好の散歩用ですね。これすがすがしくて千曲川ですね。でかいな、赤が。赤でかい。そしてレタスがすごい。育ってる育ってるレタスが。地面のレタスの竹の脇を散歩する。いいな、レタスレタス。爽快な景色だな、これ。地面の後ろの景色です。でかいな。どこの家も墓が立派。すごい立派だな。そうですね。こうやってレタスが首都圏に運ばれてるんですよ。そしてあのトラクターに積み込んで出荷場まで運ぶってことですね。一年の白の世界ですね、ここは。優勝寺ですね。すごい立派。立派はちょっと回していきましょう。さあ、鳥の最中ですか。牛舎寺院ですね。なんかこの参道感はいいじゃないですか。こういうの食を並べて収穫するのは手作業ですからね。いやー、これはレタスありがたく食べないと。一個一個収穫してるんですよ、レタス。これはみんなこうですよ。チャリで生きてるんですよ、この収穫所で。中心地駅から本当遠いですね、これ。1時間以上歩かないと焼くまでたどり着かないなんて。レタスの作業してる日本人じゃないですね。挨拶されましたね。礼儀正しいですね。
日本の若者の工場でレタスは取らないか。外国の方ですね。外国の方が頼りなのか、こういうところも。そういえばこう店に売ってたのは外国の人だったからな。まだまだレタス畑ですよ。まだまだ続いてます。そしてまだまだ道具に届きません。本当に道具は遠い。ソイニーレタスとレタスの色の差がすごいな。すごいな、ソイニーレタス。ここ集荷所ですね。みんなレタス運んどこじゃん。ここからみんなレタス運んでいくじゃん。トラック集結してると思ったらレタスの出荷所だ。ここトラックはほぼレタスを運ぶ車ですね。これめちゃくちゃ立派だな、おい。こんな立派っすか。いやー、すごいな、役場。産直センターも立派だな。野菜の王国、川上村はまさに野菜の王国でしたよ。本当の王国だ、ここは。どこにあるんだろう、そこかな。あの建物じゃないですかね。レタス的なイメージの魅力すごいじゃないですか。レタス家フレンドパーク。この子がレタス家っていうんですか。レタス買いますね。これはすごいですね。ちょっと一回休憩です。けどこっちの建物なんで休憩します。確かに土偶の縄文のポスター貼ってあるわ。これだ、行ってみよう。ここみたいです。なんかすごい施設。この一角はそうか。これだ。ここにはどれがいるんだ。人面航路型土器。と異物です。いただきました。ここに入るのかな。持ってるっぽい。別にランチメニューのサバのソテーション来ました。こちらですね。ちょっとレタスは食べ放題ですね。さすがレタスの村です。レタスをいっぱい食べちゃいます。そういうことで今日は品の川上散歩しました。レタス畑の中を歩き土偶に会いました。この辺でお別れしたいと思います。さよなら。